はい、皆さん、こんにちは。熊谷安政です。どうも、お久しぶりでございます。このチャンネルでは、レジェパークと題しまして、レジェンド、ジャズレジェンドのパークリネタを僕なりの解釈でシェアしておりますが、もしよろしかったら、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。もうちょうど1週間ぐらい経ちますけど、ちょっとコンピングのネタをパクりたいと言ってちょびちょび、まあほぼ毎日撮ってたんですけど、結構1ページ分ぐらい溜まったんで、そろそろ放出しようかなと思って、今マッコイタイナーのすごい前にちょろっとだけこれでやったんですけど、マッコイタイナーの市場の愛、マッコイタイナーじゃない、ジョン・コルトレーンの市場の愛パート2なんとかってやつのマッコイタイナーのコンピング、もうこれ E フラットマイナー一発なんですよ、ずっと。それまあもうアウトですね、アウトだらけ、ずっとアウトしてますね。結構 たまに E フラット戻ってきて、あとまた違うの弾いて違うの弾いて違うの弾いてっていうのも結構今んとこずっとそんな感じでやってるんで、おお、こんなにアウトするんだって思ったところなんですよ。なんでそれをちょっと、まあ、4小節区切りぐらいにして、ちょっとやってみようかなと思っております。結構ネタ溜まってた分、あの内容が濃いっすよ。今回は必見です。それではどうぞ。はい、それではまず、まあ前にやったとこなんですけど、最初ワン・ツー・スリー・フォー、こっち、あー、Eフラットのとこ、こんな感じのトーナリティ、こんな感じで、ここで F シャープ入るんですね。この辺がちょっとよく分かんなくて、最初の1段はもうちょっと飛ばしますね。で2段目もまあこれも前回やったんですけど、ワン・ツー・トゥ・っていう内容になってて、ちょもう一回いきますね。ワン・ツー・トゥ・まあ譜面今ちょっと見てもらった通り無理やりコードつけたんですけど、まあ、最初 D フラットのサスナインみたいな感じで、D フラット E フラットこういうで、次サス B ですね。まあこの完全4度の展開系、これがこっち来た感じ。これ両手で弾いてんのか片手で弾いてんのか分かんないですけど、まあなんかこういうのシンプルなちっちゃいコード入れてくるんですね、ちょいちょいね。ワン・ツー・ツー・ツー。ずっと、これなんつうんだ、3拍2連じゃねえ、なんつうんだ。あ、は、普天守分布か、そのまま呼べばいいかな。で、これ、この、ワン・ツー・スリー・フォーのコード、こういう感じが、このふわり、かなり多用してますね。まあ、ポリリズムみたいな感じですよね。こっからこうやってまで、これ D マイナーの、あ、要は僕の解釈では一応この同じフィギュアをちょいちょい平行移動しますね。まあこういったような今の D フラットの何サス9と B サス9、これがこうちょっと動いたじゃないですか。これキーで言ったらこっち D フラットのサス9は、インサイドですけど、これはフラット3度でこっちセブンスでいいんだけど、ここがフラット6なんで、まあ、エオリアスケールになるんで、まあドリアン、多分ドリアンで考えてると思うんで、ドリアンの中ではアウトですね。これこの部分が B の音がちょっとアウトしてます。ここから全然アウト、 D マイナーので完全4度ですね。 D、G、C、F で完全4度で E マイナー、これも全然アウトしてますね。 F マイナーはまあこれインサイドで、これもアウトですね。これもアウトサイドなんでもう関係ないですね。全部この完全4度、この4度の形で移動してますね。なんで、でこれどう使うかって考えたんですけど、僕はこれもボクシングのコンビネーションみたいにジャブジャブストレートとか、こうジャブジャブ
左フックみたいな感じでコンビネーション的に覚えちゃえばいいんじゃないかなと思って、なんでこの E フラットの半音下 D マイナーでそのままアウトして上上がっちゃいますみたいな、で最終的にはこれもうメジャーに聞こえますからね、 G マイナーの完全音を弾いてる。まあもうそこまで覚えてらんないんでなんとなくでいいと思うんですけど、この形を移調して C マイナーだったら半音下から始まります、 B マイナーでまた今度半音上に行っちゃいましたね、 C マイナーを飛ばしますね、 B マイナー C シャープマイナー行って、あこの場合どこ行くんだ、この半音上か、こうかで、こっからまた半音上がって、半音上がってつまり C のメジャーみたいな感じに聞こえるアウトですよと。でまた C マイナー戻るみたいな感じのという覚え方をとりあえず今してみています。これがまたなんかいろいろ覚えていく過程でなんかまた自分なりの解釈ができるかもしれないんですけど、ただまあこれででこう、あこれじゃねえや、完全音ったら最後にダッダーっていくんですけど、これは今度はこの夜の夜の夜の上に超3度の G の上に超3度で、あだからまあ E マイナーこれ弾いてますけど E A D G B ですね。で E マイナー G フラットマイナーって言ってるんで、まあ、これも全然アウトです。半音上と単3度上だけど、単3度上っていうより半音上行ったらそこから超2度上上がったって感じで覚えてますかね、これ。これ結構強力なアウトじゃないですか、半音上から。E フラットマイナーの半音上、E マイナー。で、このまんま、だけど、リードのトップの音はこういってるんで、僕このままこっち行きたくなりますね。行った時は戻ってみようかなっていうみたいなのをちょっとこれは自分で勝手に付け足したんですけど、なんでここでこうフィギュアが変わるじゃないですか、変わって到達した先が実は単3度下がって E マイナー F シャープマイナーから単3度下がって E フラットマイナーに戻っちゃったよみたいな、コンビネーションみたいにして僕はちょいちょい使ってますけどっていう感じで一個ずつ覚えてたんですけど、で次の段がこんな感じで、最初、これいわゆる6の押さえ方ですね、フラット3、5度、6、9、そこに5度足して結構収まりいいですよね、これまあちょいちょい使ってると思います。結構使えるな、普通にコンピングで。で、この後にこの G、これもさっきのと一緒でヨドヨドヨドに超三度の形の、まあここで G マイナーから入りますね。なんでもうメジャーに聞こえます。E フラットメジャーに聞こえます。で G マイナー7弾いて、A フラットマイナー、A マイナー、A フラットマイナーってこう、まあ半音上がって下がってるだけですね。で次です。また今度形変わります。今度シャープ9的な G フラット7のシャープ9みたいな感じ。G フラット。Bb、E、A、いかついっすね、この上で。だからまあアウトっすよね、これなんか E の音なんかアウトサイドだし、 A の音もアウトサイドですね、 E フラットのドリアンからいかついっす。 G フラット G7、 E7 って言ってるんで、まあ覚え方としては単3度上の
シャープ9のこの形をずらしたなって感じですね。で、次がちょっと微妙なんで、譜面には丸 B って書いたんですけど、まあ割と普通の、ちょっと聞こえなかったんで、ここ。こんな感じで、多分マイナー6、E フラットマイナー6入れると思います。で、最後今度、完全用度、まあ3つ、あ、2つか。完全用度、完全用度。の上に超3度ですね。さっきのだったらこういう感じの、まあそのちっちゃいバージョンですね。けどまあ A フラット的な、 A フラットから取ってるんで、ってな感じで、今こういうサスナイみたいな形と完全用度が4世で弾く完全用度パターンと、あとそれに超3度足したパターン、ヨドヨドヨド超3度してシャープ9みたいな形をちょいちょい入れ替えて、もうどこでもいいからぐらいだと思うんですけど、アウトしてるんですけど、まあとりあえず自分の中でこう今のところ出てきてるのは、なんだ、3度上のとこから始めるとメジャーになるよとか、フラット3度上のシャープ9はこんな感じいかついよみたいなのは割とうっすらなんかありますよね、そういうのはね。次の段なんですけど、ちょっとあんま微妙だったんで、まあ、前の小説の A フラットのサスから入ってマイナー7、これがなんかここちょっとあんま聞こえなかったんですけど、多分まあサスナインの展開形みたいなのを弾いて、でこれ出ました、これがだから前の段の A フラットで弾いた、まあ、サス4というか、サス4かな、一応な、で G フラットのサス4で E のサス4 F シャープのサス4、こうやって4世のヨドと超3度の形を行ったり来たりしてますね。でこれはまあ単3度上から入ってって言ってます。でちょっとなんかよく聞こえなくて、ふわりもなんかいまいち使いづらかったんで、ここはまあざーっとちょっと譜面だけ見てもらって飛ばしたいと思います。こんな感じです。ちょっと次行ってみたいと思いますけど、次これ、まあ、よくやる1、5ですね。これで多分ですけど、これこう言ってると思うんですよ。本当耳良くないんで分かんないですけど、まあ、D フラットメジャー7みたいな感じで、 D フラット、A フラット、C、F ますけど、まあこれポイントはこの押さえ方っすね。やっぱりこれ僕こんな弾き方したことなかったですね。これどうやって覚えたらいいかなと思うんですけど、 D フラットメジャー7弾いてるんですけど、それもいいかもな。だけど D フラットメジャー7って覚えてもいいかもしれないですね。ルートの超2度下のメジャー7で上のヨドをこう戻すっていうか下げると、まあ一応 E フラットマイナーのマイナー弾いてないんだけど、サスっすね。だから E フラット7スサ、ヨドサス4 5度1度こっち上は13と9ス、結構明るい浮遊感のあるサウンドになりますね。これすごいいいと思いましたね。で
ちょろっと片手で弾けそうなこういうヨドのやつが入って、これはまあ5度から、B フラット5度の音からで半音下がってアウトしますね。これもいいですもんね。で次これもちょっと耳があんま良くないんで取れないんですけど、多分これでさっきの、セブンスイレブンスに1度にナインスだと思うんすよね。なんかここ完全5度入ってます。完全5度にナインス多分ですけど、これはこれでいいと思う。まあ似てますけどね、さっきこれと、うん、似てるんだけど、まあ、一応バリエーションとして覚えとこうかなみたいな。で、まあ、最後の段こんな感じで1,2,3 ですね。もう一回1,2,3ってことで、この、最後の段はこれがあって、まあ、完全4度2度下がって半音上がって、まあこれもコンビネーションでちょっと下行ってみようかなみたいな。超2度下がってまた戻るかと思いきや、シャープ9のこの形、 G フラット7シャープ9の形をここからターンサンドから上げましたみたいな。かっこいいですね。これはこのまま覚えちゃおうかなと思ってますね。なんで C マイナーでやったらこうか、こうか、こうですね。的な感じで今ザーッと一気にやりましたけど、やっぱこうなんだろう、これだったら D マイナー、 E マイナーと上がっていくやつだよっていう塊と、半音上から D マイナー、 F シャープマイナー行って、一度のマイナー、 E フラットマイナー行くよってやつと、3度からこの完全4度4度上がって下がってみたいな、塊とか、あとこのこれね、こっちの D フラットメジャーセブン弾くやり方と、これちっちゃいの入れるのと、さっきの完全5度にナインス足す弾き方と、でここ今やった全音下がって半音上がってシャープ9、ターンサンドからターンサンド G フラットの音から G フラット7、G7 っていうこと行くよとか、結構細切れにして、パターンで覚えてみましたよ。でちょいちょいライブで使ってみたんですけど、まあ、割と効果的になったんじゃないかなと思ってて、またこれずっと何回も復習してると覚えて、ほんでだんだん飽きてくるんで、また新たな必殺技みたいにどんどんバリエーション増えていくと、またなんか自由になって見える景色が変わってくるんじゃないかなと思ってやっておりますね、とりあえずね。といった感じで、丸々1ページちょっとアナライズしてみました。またちょっと時間空くと思うんですけど、こんな感じで、覚えた内容を、シェアしたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。